祖国のために戦場へ行って、行って帰りません。そういう気持ちで挨拶して、悪いことした兵隊を両足を縛って、逆さまにして、血液を殴った。まずあんなひどい罰則は、まずないでしょ、それ以後。命令はちょっと前から、一月前で取ったの。うん、だから3月の23日に内地防衛に人数ってまた命令が変わってきたの。今までは訓練ばっかりでな、機械ばっかり直しとったから、その時は実戦に乗ってくれたの。そんなこと、こんだけも思わんだったの、小屋ってことは。頭がどうかなっとったの。まあ言葉が半分に、ああ戦争は終わったなってことが分かった。本当の意味は正直言って、そう分からなかった。戦争はやめますってことは分かった。うん。